お一人様の就活6回目です。上等41日から56日目の動画です。車間屋さんが玄関ポーチを作ってくれています。この上にタイルを貼ります。コンクリートの基礎は3、4回上塗りするそうです。家の中では照明器具とコンセントの設置が行われています。照明はすべて中白色のダウンライトにしました。洋室のダウンライトは明るさが調整できる調光ライトです。コンセントは足らないよりは多い方がいいので至る所につけています。電気工事の方がクローゼットの屋根裏にテレビアンテナの分配器をつけてくれています。工事用の電源で照明のテストが行われています。基礎コンクリートがさらに上塗りされています。玄関ポーチにタイルが貼られています。家庭用の電源はまだ引かれていません。これはインターホンの電源です。玄関ポーチが完成しました。野外コンセントが家の周りに3箇所あります。基礎工事の上塗りが完成しました。ここにガス給湯器エコジョーズが乗ります。基礎コンクリートの周りに床下換気口が設置されています。完成した立水栓にキーボックスがかけてありました。排水管はマサドで埋められます。ガス給湯器が設置されました。ガスメーターもつけられました。食洗機の設置工事が行われています。床暖房をリビングと洋室につけました。外構工事を行うため外周のネットが取り外されました。作業用トイレも撤去されています。
外交工事が始まりました。業者はタマホームさんの紹介です。タマホームさんとの連携がよく取れていて安心ですが、その分少し高くつくようです。家の中ではハウスクリーニングが行われています。いよいよ完成です。フェンスの基礎にコンクリートを流し込むための下地が完成したようです。置いてある鉄筋はコンクリートを流し込むときに立てるんでしょうね。住宅設備の設置やハウスクリーニングも終わり、家が完成しています。キッチンはガス仕様です。ここに食洗機がついています。でもよく考えると手で洗った方が確実で早いかもしれませんね。ここに調理器具を置く予定です。食洗機の洗剤が入っていました。ここに食器を置こうかと思っています。一人分なんでそんなにスペースはいりません。フェンスの基礎に鉄筋が立てられました。怪我をしないように黄色いキャップがかぶせてあります。ここにコンクリートブロックを積み重ねていきます。現場監督の最終チェックで傷を見つけたところに養生テープが貼られています。後日補修するそうです。縦滑り窓にはタマリビングにお願いしてロールスクリーンをつけました。あ、はいはい、記念に撮影する吐き出し窓のカーテンレールはかっこよく天井につけたかったのですが、予算の都合で仕方なく普通通り窓枠の少し上につけました。
家庭用電線の引き込み工事が行われています。電気メーターがつけられました。フェンスの基礎にコンクリートが流し込まれています。フェンスの基礎ブロックの積み上げが始まりました。ユンボで家の周りの土砂が削られています。テレビのアンテナが巻かれています。家の周りに摩擦が入れられました。フェンスの基礎ブロックがだいぶ積み上がっています。物干し金物を現場監督がつけてくれました。フェンスの基礎と門柱のブロックの積み上げが終わりました。駐車場の土間コンを打つ部分に緩衝材が設けられています。これがないとコンクリートが収縮した時にひびが入ってしまうそうです。門柱のブロックがモルタルで塗り固められました。都市ガスの缶を新しいのに交換したそうです。玄関横に傘を引っ掛けるフックをつけたくて楽天市場でビッグという商品を買ったのですが、現場監督に話すとすぐに快くつけてくれました。ではまた。